はい、さあ、ジャンプでございます。まだ、なんかいいことを探してみようかなとかって思ってますけど、今時間がですね、ちょっと待ってくださいね。あ、刻みようだ。今日は日本時間は15日ですね。15日、日曜日。昼間の1時23分ですね。ここは、ここカリフォルニアは9時23分、13日、いや14日ですね。あれそうそう、日本は15日でこっちは14日ですね。なんか今日ですねあのコスコっていうところ寄ったんですけど、もう人がいっぱいですね人がわんさかわんさかしてて、おっとっとっていうことでギブアップで、ちょっとタオルペーパーね、トイレットペーパーやらなんやらかやら、あの買わないといけないなとかって思ってたんですけど、人があまりにも多くて入らなかったっていうやつですね。あと友達とあの虹屋マーケットっていうところで、あのそこで座って、じゃあもうスタバもなんかベランダにこう椅子とかが出てなかったんで、ちょっと小雨もパラついてたせいもあったと思うんですけど、朝の方はで、昼間こうね、そうですね、その虹屋っていうところのこうところにこう外にテーブルと椅子が、テーブルが5つぐらいあるのかな、椅子が各4だから4つずつ、まあまあ結構なんか座って、そこに座っていたらいろんな人たちがね、買い物ラッシュっていうか、やっぱりここでもアメリカでもなんか皆さんも食料品とか買っておかないといけないとかって言って、あそこでも1時間ぐらいレジで並ぶとかなんとかって言ってましたね。まあ自分の頃は考え方なんであれなんですけど、食料まではな、全部はなくならないんじゃないのとかって思うんですけど、ただトレーラー場とか、ここサンディエゴのトレーラー場とかね品物が棚ガラガラだったよとかっていう写真見せられましたしね。まあそのニジャマーケットとか行ったら品物はいっぱいありました。まあ安心したんですけど、まあ昼間はあのさくらっていうところでランチしたんですけど、ランチを食べて、まあチキンガーリックソテーっていうのが、まあ美味しかったですね。あの友達のゾウさんはあの弁当っていうのを食べてましたけど、美味しそうでしたね。そうですね、まあまあ良かったこと、あそうですね、その後まあね、いろんな方がね、本当やっぱり食料とかね買っとかないとみたいな形でだと思うんですけど、もうねいっぱい人が来てなかなか会えない人に会えたりとかしましたね。まあ良かったですね、それは良かったことですね。あとそうですね、その後海に行って、そうですね、サーフィンやら、今日たくさんの人がねサーフィンしてましたね。海はもう全然そんなことを感じさせないような、人がいっぱいいてサーフィンする人とか、ビーチでね寝っ転がってる人とか、全然こう普通のような感じで人がいっぱいいてっていい感じだったっていうことですね。まあですからなんかね、いい気分ですよね、海に行くと。こうなんかね、今日はまたそんなに風もなかったですね、そんなに風も強くなくて、まあワンちゃんのあれもドッグビーチっていうところに撮影行ったんですけど、それもまあまあかな。最近ねなんか電話の
調子が悪くてなんかコネクションが悪くてあのうまく撮影できなかったりする時があったりするんですけど、まあまあそれはまたそれで日頃まあ見もめもって感じなんですけど、あまあね、美味しいねガーリックチキンのランチを食べて、夜はまだこれからなんですけど、あ昨日はそういえばあのカレーをねごちそうになりました。あのミスター N さんミセス S さんどうもありがとうございました。美味しかったです、最高に本当ごちそうさまでした。まあそういうね昨日の良かったこともちょっと探しちゃいましたね。そうですね、まあ、なるべくいいことをね探そうとかって思ってるんですけど、なかなかいっぱい本当あるんですよね。まあ当たり前っていう詩がありますけど皆さんご存知でしょうかね。井村一樹さん先生っていう方だったと思うんですけど、あのね自分の足で歩けるのを喜びなさいって言っても誰も喜ばない、当たり前じゃんとかって言って、で自分の手でね取りたいものが取れるのを喜びなさいって言っても誰も喜ばない、当たり前じゃんって、あとね胸いっぱい呼吸ができるのも喜びなさいって言っても誰も喜ばない、当たり前じゃんっていうことなんですけど、それをね失った人しかそのありがたさがわからないっていう感じの詩だったと思うんですけど、まあ僕らはこうやっぱりいつもこう本当は喜べるっていうかありがたく思えることって本当いっぱいあると思うんですけどね、こう当たり前っていうその考え方みたいなものでベールがかぶされちゃってるから、なかなかその当たり前をこう乗り越えてよかったっていうのがねこうなかなか実感できてない今日この頃ですね。だから自分もいいこと探そうとかってね、本当はねこうどこも痛くないことこそまあ健康に勝る贅沢なしっていうことで、健康が一番の贅沢ですよね。でもなかなか当たり前じゃんみたいなこうマインドにこう駆られてしまってメンタルブロックがかかっちゃってるんで、なかなかこう気分テンションをこう上げていくことがなかなか難しい今日この頃だなとかって思いますね。テレビのねニュースなんかでもラジオのニュースなんかでももうしょっちゅうそんなことばっかりでね、あんまりいいあれが聞けないっていうかね、銀行が倒産、ドイツの銀行が倒産するんじゃないのとかね、ソフトバンクが倒産するんじゃないのとか、そういうそのね話やらあまりいい話が聞けないなみたいな感じですよね。あとまあ例のねあの病気のことでずっとこう繰り返しあの会うたんびにその話ばっかりするなんかねいい笑いを変えて面白くなるテンションをこうね上げれるような形にしたいなとかと思いますね。まあねあの生きてるだけで丸儲けっていう言葉がありますしね、まあ健康に勝る贅沢なしっていうことでね、まあ今日一日はねこうあのどこも痛くないとかね、健康っていうだけでもね、ああ贅沢、若ちこっていう人がいましたけど、そういう感じで行けたらいいなとかって思う今日この頃ですね。まあ健康に勝る贅沢なしっていうことで、Thank you for watching です。さすがです。ピュー、生きてるだけで丸儲けみたいな。さすがです。